では、登壇者をご紹介させていただきます。岡崎市立羽根小学校校長、岡秀幸様、オンラインのご参加です。会場には研究主任の青山由奈様、学習情報指導員の河合康弘様、そしてアドバイザーは金城学院大学教授、長谷川元博先生です。ここからは進行役を長谷川先生にご担当いただきます。では長谷川先生、よろしくお願いいたします。はい、どうぞね。画面共有を、はい、ではこの、成果報告会の司会進行をさせていただきます、金城学院大学の長谷川と申します。約1時間の予定となりますが、よろしくお願いいたします。今このスライドに出ているこのできるまでやろうというこの石碑なんですが、これは羽根小学校の門を入るとすぐに目に飛び込んでくる石碑です。で、私もは羽根小学校に6回、訪問したんですけども、羽根小に行くたびにですね、できるまでやろうというふうにこう元気づけられる、そういう言葉なんですので、スライドに使っております。で、このセッションのスケジュールですが、このような流れで進めていきたいと思っております。で、最初に私の方から実践の特徴を2分程度で説明させていただきます。羽根小学校の実践の特徴は大きく3つあると思っております。1つ目は、創造性の伸長を目指した実践研究であるということです。プログラミング教育の実践ではあるんですが、あくまでもそれは手段であって、目的は子どもたちの創造性を伸ばすというところにあると思います。それを実現するために、主体的に、また探究的に学べるようにするための手立てが取られています。で、この後実践の具体的なお話をしていただきますけれども、その中にですね、様々な工夫が散りばめられておりますので、ぜひそれを学び取っていただけると、2学期間の実践に生かせるんではないかと思います。3つ目は学校全体の取り組みであるということです。児童は当然対話をしながら学んでいっているわけなんですけども、先生たち同士も対話しながら学ぶことによって、すべての先生がプログラミングを授業の中で、取り入れることができている、そういった実践経験になっているというふうに思います。では、今から実際に羽根小学校の先生方にご紹介いただきたいと思います。最初に岡校長先生から羽根小学校の実践の概要についてお話しいただきたいと思います。岡校長先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず最初に画面の共有をしてもらいます。第4次産業革命とも言われるソサイティ 5.0。それは AI、ロボティクス、IoT 等の急激な進歩によってもたらされます。そのため、学校教育において、子どもたちに新たな資質、能力を育むことが求められています。この新たな資質、能力を新学習指導要領では、社会や生活で生きて働く知識及び技能、未知の状況にも対応できる思考力、判断力、表現力と、学びを人生や社会に生かそうとする学びに向かう力、人間性等の3つの力としています。これらの力をバランスよく育成するために、プログラミング教育が必修となりました。小学校プログラミング教育では、狙いを次のように示されています。将来どのような職業に就くとしても、時代を超えて普遍的に求められる力としてのプログラミング的思考等を育成すること。
プログラムの働きや良さ、私たちの情報社会が情報技術によって支えられていること等に気づき、上手に活用してより良い社会を築いていこうとする態度等を育むこと。各教科の内容を指導する中で、実施する場合には教科等の学びをより確実なものとすること。以上の3点です。私たちは、急激な変化に変化していく社会の中で、たくましく生き抜くために、粘り強く物事に取り組み、新たな価値や発想を生み出していくような必須能力を児童に育みたいと考えました。そこで研究主題を、プログラミング的思考育成から始める創造的に学ぶ子の育成とし、副主題を、主体的、対話的なプログラミング学習を通した新しい学びの実現、とし、目指す児童像を、プログラミング的思考育成の学びを通して、新しいもの、こと、価値を作り出そうとする創造的な学びを進めていく児童とし、研究実践を進めました。この中で本校の考える創造的な学びとは、児童が新たな価値や発想を生み出すこと以外に、児童が自ら奇襲事項を新たな場面で生かしていくことや、各教科の見方、考え方を新たにすることも含めて捉えています。研究を実践するにあたり、2つの仮説を立てました。研究の仮説1を、プログラミング的思考を育てる学びを、各教科の狙いを達成する要素として取り入れた学習をすることで、新しいもの、こと、価値を作り出そうとする児童が育つであろうとし、この仮説に対して、手立て1、岡崎市プログラミング学習モデル指導案の利用と開発、手立て2、各教科と総合的な学習の時間、特別活動を関連づけた授業の2つを手立てとしました。仮説2を、学習活動では、主体的で対話的な学習を取り入れることで発想を表現しやすくなり、創造性のある児童が育つであろうとし、この仮説に対して手立て3、主体的、対話的な学びを取り入れた学習展開、手立て4、本物志向な学習の実施の2つを手立てとしました。この研究を進めるにあたって特に心がけたことが2つあります。全職員で研究を進めることを大切にしました。本校には ICT に長けている職員は現在登壇している2名しかいません。また校内に常駐している ICT 支援はいません。そんな中でみんなで知恵を出し合って授業を作り、全学級で授業公開をしました。誰にでもできる授業実践にしたかったからです。2つ目が、タブレット端末等の機器やプログラミング教育はあくまで道具や方法であり、それ自体を目標にはしません。これは教科の目標を達成するための手段として、プログラミング教育を取り入れていくことで、プログラミング教育という特別な授業時間だけで終わってしまうことを避けたかったからです。以上を踏まえて2つの実践を紹介します。校長先生、ありがとうございました。では続きまして、実践報告をしていただきたいと思います。実践1として青山先生、実践2を河合先生にお願いしたいと思います。では最初に青山先生、よろしくお願いします。はい、お願いします。スマートシティ派ね、誰もが安全安心で快適に暮らせる街づくりということで、実践を発表させていただきたいと思います。まず、こちらの映像をご覧ください。
と今は通常のマックイーンの動きをやっていて、もし1が送られた時には全てのモーターを前に255回して。が通常だから、うん通常だね、いつも通りに光らせたいから、うん、1ならでいつものプログラムを組むという。そう。これ必要かな。これないかもね。これ取っちゃってもいいかもしれない。A ボタンを押したら無線で1っていう数値を送信するのと B ボタンを押したら無線で2っていう数値を送信するのと AB ボタンを押すと3っていう数値を送信するプログラムを組んでいます。はい、はい、ドローンを着地させた工夫を教えてください。前のやつが全然合わなかったので2センチずつ伸ばしました。どこを2センチずつ伸ばしましたか。この前の2つを、はい、これは、岡崎市の研究委託を受けて2年目パナソニックの研究1年目に6年生の総合的な学習の時間に行った実践です。自分たちで未来の街を作り、緊急事態に緊急車両ドローンが駆けつけるという未来の交通システムを考えて取り組みました。そして、昨年度、岡崎市の研究3年目の年、私はもう一度6年生を担任させてもらうことができ実践を進めていきました。では、3年目の実践、スマートシティ羽根をどのような事業構想や、手立てを用いて行っていったのかお話ししていきたいと思います。昨年度6年生の総合的な学習の時間では、まず SDGs に目を向け、SDGs とは一体何だろうというところから、スタートしました。子どもたちに SDGs って何？と問いかけると、よくわからないと答えることがほとんどでした。何か達成すべき目標があることは理解し、その目標を達成するには、なんか企業などの取り組みに参加して関わっていくしかないという考えの子が多くいました。SDGs っていうのは、かなり遠い存在のものと感じている様子でした。そこで、使ったのが、NHK4SCHOOLみんなのチャレンジです。実際に地元の小学生が SDGs の目標を達成するために行動している動画です。同じ小学生で、しかも岡崎の、地元岡崎の子が出ている動画でした。最初は目標を達成するためには自分たちでは何もできていないと考えていた子どもたちですが、NHK4SCHOOLを視聴して、SDGs とは意外と身近なことであり、自分たちにも何かできることあるのではないかと考えるようになりました。そして、今までの学習と SDGs とのつながりは、実は何かあったのではないかということを考え、それぞれの達成目標はどのようなものがあり、やっぱりどんな取り組みをしている人がいるのか、とことん調べる時間を設けました。SDGs について少しずつ理解してきた、子どもたち、その子どもたちの、創造性を養うために用いたのが、本校の研究手立ての本物志向な学習の実施です。地域でも様々な取り組みをしている人がいました。SDGs の目標達成のために活動している、光が丘女子高等学校の生徒や、
高齢者介護施設のフクロウの家の方からどのような取り組みをしているのかお話を聞きました。子どもたちの感想の中には、今世界でいろいろな問題があるけれど、一人一人が自分ごととして考えて意識すればもっといい社会ができると思った、今自分たちに取り組めることは何か考えて取り組んでみたいという感想が出てきました。そこで自分たちの住んでいる羽学区に目を向け、達成できていない目標は何か、自分たちが将来この羽学区に住み続けたいと思える街にするためにはもっと良くしたいことは何かなということを考えていきました。子どもたちと考えていく中で見えてきた3つの視点がありました。1つ目が技術に関する視点、2つ目が環境に関する視点、3つ目が人に関する視点でした。1つ目の技術に関する視点では、これからの未来技術がさらに発展をし、より便利なものが出てくるのではないか、空飛ぶ車がきっとあると考えることも思いました。文部科学省の出しているソサイティ 5.0 の動画などを視聴し、様々なところで技術が発展し、人々が暮らしやすい社会ができているのだということを、子どもたちは知りました。技術の発展によりどんなことができるのか、愛知県は交通事故ワースト1ということもあり、事故を減らすために何か良いシステムはないのかということを考える子も、いました。また、技術の進歩によりドローンが街中を飛び配達してくれれば誰もが自由に買い物ができると考える子もいました。こんな機器があれば SDGs の目標3、すべての人に健康と福祉をの目標に達成できるんじゃないと SDGs と絡めて話をする子が出てきました。次に2つ目の環境に関する視点については、本校はコロナが流行する前、1年に一度学校子どもたちと一緒に歩いて清掃活動を行うことをしていました。終わると先生こんなにもゴミがあったよ、ポイ捨てがいっぱいだよと、ゴミを回収した満足感とともに羽学区が汚されているということを知りました。それではいけない、綺麗な街であってほしい、そしてもっと緑を増やして環境に良い街を作りたいという思いが出てきました。ここでも、これが達成できれば15の陸の豊かさを守ろうが達成できるねと SDGs と絡めて話をする子もいました。そして、3つ目の人に関する視点については、誰もが安全安心に暮らせる街であってほしいという思いがありました。学区には高齢者介護施設などあり、お年寄りも多く住んでいます。その人たちが不自由なく生活できることも大切だと考えていました。また不審者が多いことから街灯を増やして明るい街にする必要があるのではないかと考える子もいました。それぞれの班がそれぞれの思いを持ってもっと良くしたいことを考え、それができたら SDGs のどの目標達成につながるのかを考え、ホワイトボードに貼っていきました。ここで出てくる手立てが思考の可視化です。本校の一部の教室は背面がすべてホワイトボードになっています。ホワイトボードに考えを書き、思考の見える化を行います。何か考えたこと、気づいたことがあれば、いつでも書き込めるようになっています。また、それぞれのチームの考えも見える化できます。自分たちの考えを持ち、ああしたい、こうしたいという思いがある子どもたち、その子どもたちに次どんなことをしたいと、自分が聞くと、考えた街を再現したい、実際に作って本当にできるか試してみたいという答えが返ってきました。ここまでが、街づくりに入るために行った授業です。そして、じゃあ街づくりをしていくということにあたって、まず行ったのが、街づくりの、設計図です。これが次の手立て、設計図の利用です。どんな街であると良いかはホワイトボードに書きましたが、さらに街を作っていく上で、ただ闇雲に作っていくのではなく、どういう意図があってその建物を建てるのか、その街づくりにどんな思いがあるのか、チームで考え話し合っていくことを大切にしました。街づくりに入ると思い思いにいろんなものを作っていきました。そしてそれぞれのチームの思いが詰まった街が完成しました。SDGs の様々な目標が達成されるように工夫を凝らして作っている姿がありました。羽学区の良くしたいところ、そして SDGs について考え街を作り、その街でさらに安全安心を求めるためにどうしたらよいのか、
マイクロビットやマックイン、ドローンを用いたプログラミング体験を通して交通システムなどのシミュレーションをしていくことにしました。マックインを子どもたちに見せると、これを街で走らせたいと言ってきました。車に見立てて街の中を走らせてみることにしました。そこでどんな車だといいかなということを尋ねると、やはり事故がない車ということが返ってきました。そこでマックインの超音波センサーを用いて衝突を回避する、自動で回避する車を作ることにしました。プログラミングを行っていく上で最初に行う手立てはモデリング活動です。これは導入時に教師が子どもたちの前でモデリングをします。私は、あえてダメな、モデリングを行うようにしています。例えば今回でいくと、マックインの前に障害物を置き、マックインが進んで障害物にぶつかるモデリングを見せます。すると子どもたちは、これじゃあ事故が起きる。障害物の前では止まらないのダメと言います。じゃあそのためにどうすると問うと、障害物を感知して止まるようにすると返っていきます。このモデリング活動を行うことで、今回の授業の問題を解決するための共通認識をすることができます。共通認識ができたら次に行うのは設計図の作成です。これが次の手立てになります。私は研究1年目の時は紙媒体を用いて設計図を書いていました。紙媒体であると言葉での動きの説明を設計図として書くことはできるんですが、定位の子にとってはそこから意図した動きにするためにどのようにブロックを組んでいけばいいかわからず、止まってしまい、それ以降の活動ができないことが多々ありました。また、今は、言語選択ができ日本語表記になるのですが、研究1年目の時には、このブロックも英語表記になってしまっていて、そこでつまずいている子もいました。そこで、学びポケットのスクールタクトというアプリを用いて設計図を書いていくことにしました。このスクールタクトは、岡崎市のギガスクール構想の一つとして使っている、協働的な学びをするためのアプリです。まず言葉でどのような動きをしたいのかを書きます。そしてあらかじめ用意しておいたブロックを動かしながら、どのようにブロックを組むと意図した一連の動きになるのかを考えます。定位の子でもあらかじめ使うブロックをこちらが示しておくことで、多くあるブロックの中でも最低限のブロックが分かり、自分で並び替えることができます。設計図が完成すると、実際に動かすためのアプリ、マイクロビットを用いてブロックを組んでいきます。iPad 上の画面を2画面にして、設計図を見ながら進めます。数センチずれると数値を少し直し、より意図した動きとなるように子どもたちは試行錯誤して取り組みます。そしてもう一つの手立てが、主体的対話的で深い学びの時間を取り入れることです。子どもたちは困っても教員には聞きません。ペアで考え、チームで共有し、さらに困ったら児童同士で自由に対話をし、どの点がいけないのか、どうしたらよいのかを自分たちで聞きに行き、お互いに教えながら解決をします。1台目のマックインで衝突回避ができると、より誰もが安全安心で快適に暮らせるようにを求めて、子どもたちは次こんなことがしたいと考えていきます。普段走っている車は1台だけではないから、次は台数を増やして衝突回避ができるようにしようと、次の問題を見つけ、解決に向けて取り組みます。さらには、次は信号機と連動して自動で止まる車を作りたい。そうすれば、交差点の事故は減ると自ら課題を発見し取り組んでいきます。また、この実践の中では、理科の単元、私たちの生活と電気、と、社会の世界の未来と日本の役割と関連づけて事業をしていきました。エネルギー資源を効率的に使う必要があることを事業の中で学び、どうしたら効率的に電気が使えるのかを考えていきました。安全な街にするために、街灯を増やして街を明るくし、不審者が出にくいようにするという意見が出てきました。常に街灯がついているのはエネルギー資源を無駄にしている。明るさに応じて夕方暗くなってきたらつくといいという意見が出てきて、明るさセンサーを用いて明るさに応じて点灯する街灯を作っていきました。各教科と関連づけて行うことで、その教科の学びをより確実なものにすることができます。
また、ドローンのテロを用いてどんな動きをしたドローンを飛ばしたいか考えたときには、ドローンのことを専門としている方をお招きして、ドローンについて学習する機会を設けました。ドローンはどんなことができるのか、実演を交えながら、教えてもらいました。どんなことができるか知った子どもたちは、自分たちの作った街で教えてもらったことを活かして活動していきました。この映像は、足の不自由な人のために、ドローンが自宅に荷物を配達するように子どもたちが考えて作ったものです。ドローンに宅配物を運ぶカゴをつけ、お年寄りや足の不自由な、体の不自由な人などにも便利に買い物ができるといいなということを考えて作っていました。マックインやドローンなどを用いてシミュレーションをし、最後は愛知エキスポ2021に出展させてもらい、岡崎市の市長さんに自分たちの考えた街について好評をいただきました。羽学区の良くしたいところを見つけ、誰もが安全安心で快適に暮らせる街を再現し、問題解決のためにプログラミングを体験しながら、自ら意図する動きを実現するために、とことん試行錯誤する姿が見られました。非常に小さな街ではありましたが、本気で未来を考える時間となりました。これが、本実践の中で用いた手立てです。最後になりますが、今回子どもたちの理想とする羽学区の検証をしていくためにプログラミング学習を用いて授業をしました。授業の中でできるまで試行錯誤し、なんとか解決してみせようという姿が多々見られました。そして最後感想の中には、街を作って未来を考えていく中で、自分の住む羽学区がもっともっと住みやすく、誰もが過ごしやすい街になっていってほしい。そのために何が自分にできるかこれからもっと考えていきたいと書いてありました。子どもの生き生きとした姿や新しい価値や発想をする姿をたくさん見ることができました。プログラミング教育を通して子どもたちの可能性を発掘し、将来社会で活躍できる子が育っていってほしいと思います。これで実践発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。青山先生ありがとうございました。では続きまして、河合先生から2つ目の実践報告をお願いします。失礼します。岡崎市立東海中学校の河合康弘と言います。昨年度までの2年間、羽根小学校に勤務させていただきました。昨年度は5年生の担任をさせていただきました。私からは本研究が ICT の扱いに得意ではない先生を含めた全職員ができる研究だという視点で3つの授業を紹介しながら報告をさせていただきます。ではまず、実践報告として、私が行った実践について紹介をさせていただきます。教科は総合的な学習の時間、5年生です。単元の目標は、高学年として下級生にできることを考えよう。それで低学年に向けてメッセージ動画を送るという授業です。では、まず、子供が実際に作ったメッセージ動画をご覧ください。はい。以上のようなシンプルな動画であったんですが、実はこれは、子供たちがキーノートで、作った作品になります。これらは技術的なことは私は一切、教えておりません。子供たちの学び合いの中で、やっていきました。
しかし、このシンプルな動画の中に、実はひらがなであるとは、下級生にわかりやすくということです。あと、文字の色も自分たちで何色がいいかということも気づきながら作ってまいりました。こういった作品に至るまでの報告を今からさせていただきます。今画面にあるものは、本研究のリーフレットになります。会場にお見えの方は、受付であったものと同じものになります。それをもとに報告をさせていただきます。その中に、仮説が2つ、手立てが4つあったかと思いますが、全職員がやるためには、この中でも特に、大事なポイントが3つあります。先ほどの青山の実践でも何度か出てきたキーワードになります。1つ目が、A、設計図、ワークシートの利用。設計図やワークシートを利用し、児童が計画的な見通しを持って、意図した一連の動きを実現していく学習の支援。これは設計図というふうにして、全職員の中でも合言葉のように使われています。二つ目、B、問題解決の手立ての明確化。イメージを膨らませ、問題解決のための手立てを共有認識するモデリング活動の実施。モデリングというものです。三つ目ですが、F、思考の可視化による対話の促進。取り組む内容や課題など、個々の活動をグループや学級で情報共有するためのツールの活用。これは本校では主にホワイトボードを活用いたしました。もう一つ全職員がといったところでポイントになるのが学習指導案です。本校ではモデル指導案というふうに呼んでいます。これらをまずシンプルなもので仕上げるというものです。学校によっては4枚5枚と授業構想からあるものもありますが、本校では2枚とシンプルなものにしております。この中で教科の狙いやプログラミング的思考の育成といったところで、分かりやすく分けて、書き込むことで事業者の狙いが明確になっていきます。その中でも私の実践で気をつけたのが、この目指す児童の姿にある動画を iMovie で編集すると書きながらも、実際にはそこにこだわらないということです。もう5年生の実践でしたので、実は私の中では iMovie を使ってというのがあったんですが、実際には子供たちは、4年生の時にキーノートを使って、そのキーノートの方が使いやすいというのがあったので、まあ、iMovie にこだわらず、キーノートで作る作品も認めるというふうにして、自由に行ってまいりました。続いて右のページを見ていただき、ここに学習課題が書いてあります。学習課題を示すわけですが、本日の学習課題、低学年にメッセージが伝わる動画にしようを確認するとあります。ここで大事なのは、デバッグですね、試行錯誤できる学習課題にするということです。ここに事業者はかなりのパワーを使ってですね、この学習課題で適切かどうかといったことを考えます。より具体的にすればするほどそこに迫れたかどうかということで試行錯誤ができるということになります。あと大事なところとしては一番下にある児童の操作、成果物というところです。これは一般的な、学校でいう目指す子どもの姿や教科にあたる部分です。ここはあくまでも、教科の学びが中心になるように考えます。少し読ませていただくと、本実践では、そのメッセージですね、低学年に向けてというところで、給食時のコロナ対策。ここで、ピクチャー・イン・ピクチャー機能を利用することで、コロナ対策の大切さを身振り手振りの映像を差し込んで伝えることができた。ということで、ピクチャー・イン・ピクチャーという機能を書いてあるんですが、特にそこにこだわることなく、いかにメッセージを伝えるかということを重視していきます。右を見ていただくと、今度はメッセージ、トイレの使い方とありますが、これは2画面分割機能を利用する。
そうすることでトイレのスリッパの状態を比較することができる。これも一例としてこの2画面分割を利用するということはありますが、強制することなく子供の中で気づけばということで、事業者は念頭に置いとくのみということで進めていきました。では、手立ての方を見て、本実践で、手立て1、設計図、ワークシートの利用というところでは、下級生に伝わる動画に近づけるという視点で、話し合い、本ですね、設計図の修正を繰り返すという子供の姿が見られました。モデリングという部分では、テロップ、順番の入れ替え、あと、長すぎはないかと。あとは動画を、子供たちはどうもイラストから安易に取り入れてしまう子供たちも多くいたので、それが動画のが見やすいよということです。あと、文字の色。これは背景の色にちゃんと適している文字の色であるかどうかということです。ひらがなとあるのは、低学年にわかりやすくひらがなであるかどうかということです。先ほどの青山の実践では、教師がモデリングをしている部分が報告されましたが、子供がモデリングを示すこともあります。間違ったモデリングというのも可能です。続いて、ホワイトボードの活用です。先ほどの青山の実践では、教室中に、ホワイトボードがあるという教室をお見せしましたが、すべての教室にホワイトボードがあるわけではないので、羽根小学校ではこのような縦型ホワイトボードを用意して、どの教室でもこのようなホワイトボードの活用ができるようにということで、環境を整えております。この試行錯誤は実は本研究でも肝になります。いかにデバッグできるか。こういった高め合う、伝え合う環境を常設することは非常に効果的であったかと考えております。最後に、2つの実践をまとめたビデオをご覧いただきます。1年生の実践と6年生の実践になります。1年生の実践では、1年生がですね、iMovie を使います。6年生の方では、キョンキーを使うわけですが、この2人の事業者はいずれも、この実践で初めて iMovie やキョンキーを、使います。実践見ていただくと、と思われると、実践者が、使い方がわからないと、直線までわからん状態で、こんな作品が作れるのかな、というふうにびっくりされるかと思いますが、実際に、このような実践がされているということです。で、見ていただくときの視点として、モデリングはどんなモデリングだったのか、あと設計図はどんな設計図、で、ホワイトボードの理由はどのようにされているのかという視点でご覧いただけるといいかと思います。じゃあよろしくお願いします。
遠くだったのにいきなり近かったので、どんどん近づいていった方がいいということな、ということを変えました。でどこか指さしてくださいね、滑らかになったところ。例えばここでグラデーションをやったりとかですかね。はい、じゃあそのグラデーションしたプログラムを見せてください。はい、この色が変わってるところかな。はい、では滑らかにしたところを見せてください。ブラックホールに吸い込まれるときに滑らかにしました。ここです。はい、じゃあそのプログラムを見せてください。ここをどうしましたか。ここの小さい段階から大きい段階、画面いっぱいになるまでに多くの仲間を使って滑らかにしました。
はい、先生、ありがとうございました。ね、ということで、校長先生から概要説明、で、青山先生、河合先生から、それぞれ実践をご紹介いただきました。で、この後ですね、私が全体公表をした後に、質疑応答の場面に入っていきたいと思います。スライドショーにします。まず、青山先生の実践の工夫なんですが、まあ、書ききれないぐらいあるんですが、その中から選んだものがこちらになります。まずですね、子供たちが自分たちの SDGs を身近な問題として捉えさせるということを導入でされています。やはりこれがないと主体的に学ぶ状況にはなりませんので、非常に重要な場面として、その NHK フォースクールを利用したり、外部の方を呼んでお話をしてもらったりするというようなことをして、子どもたち自身で動き出すような仕掛けが冒頭でされていると思いました。で、さらに、多角的、多面的な視点で考えるために、技術、人、環境、その他という X チャートを使って、子どもたちに問題を考えさせるという取り組みもされていました。で、それを、ホワイトボードに書かせることによって、他のグループの子たちが何を考えているのかということが分かるようになっている。で、で自由に書き出すこともできますので、まあ、思考の可視化は自分たちのためだけではなくて、学級全体も思考を可視化するという手立てになっていたと思います。それがご紹介のあった後ろの壁一面のホワイトボードだと思います。それから、子供たち自身で考えさせるために、先生があえてダメなモデルを示して、どうしたらいいんだろうと問いかけることによって、子供たちに考えさせるということもされていました。それと、設計図の作成、最初紙のプリントでされていって、その後、スクールタクトを利用したことで、すべての子供たちが考えやすい状況を作り出したということなんですが、この設計図がを作成するということがですね、ちゃんと、プログラムを読むことができる力、また、自分の考えをプログラムに表現する力を養う手立てになっていると思います。よくプログラミングの指導で写経という言葉が言われるんですけど、ただテキストにあるサンプルプログラムを入力して動作確認しているだけっていう、そういう学習だと全然プログラミングの力が伸びないんですが、やはり、自分で、この場面はこういう動作をさせてるんだということを説明できるっていうような状況を作るということが、子供たちがプログラムをする力を身につけることになっているというふうに思います。で、さらにですね、模造紙に学習活動の記録をして、その学びの過程を児童が把握しながら学んでいけるということが、も、大きな手立てだと思います。で、会場の左手のテーブルの上に、実際に教室に掲示されていた模造紙が、掲示されているんですけども、それを見ていただくとですね、青山先生がどのように授業をしてきたのかということが手に取るようにわかります。で、子供たちも自分たちは今まで何を考えて、今何をしようとしているのかということがわかる状況になっているということですね。で、それによって主体的、対話的な深い学びが実現していくというふうに思います。で、こちらのマトリックスは、その深い学びが実現できているかどうかを確かめたりとか、深い学びを実現する授業をデザインするために作ったフレームなんですけども、青山先生の実践を、このフレームで整理すると、もうすべての項目が埋まります。知識理解技能の習得から、それを応用して、で、さらに自分たちの考えを形成したり、問題解決したり、想像したりというところまでできている実践だと思います。で、まさに主体的、対話的な深い学びを実現する授業になっているというふうに思います。続いて、河合先生の実践ですが、人事異動によって人が入れ替わっていくっていう、公立学校の宿命ですね。で、これが、まあ、ベースにあるということを、それが前提にあるということを踏まえた実践研究だと思います。で、河合先生自身が実践研究、学校としての実践研究2年目に、5年生の担任として研究に参加するようになったと
というところで、まあ、他の先生より1年遅れで研究に参加をしているんですけども、それでも、1年目から公開授業をされています。で、それが、羽根小学校の強みだと思います。全教員が実践できる状況が羽根小学校の中に作られている。から、河合先生のお話の中にでもありましたが、目的が大事であって、その目的達成できれば使うツールは変わっても良いというように、柔軟に肩肘張らずに実践を行う。で、さらに、強化の目標、プログラミング的思考の育成の両方の学びを達成する、授業が紹介されていたと思います。で、河合先生のスライドの中でも、指導案が示されていましたが、これは、1年生の国語と図画工作の、指導案なんですけれども、3件の題材目標の欄には、国語と図画工作の、目標、教科としての目標が書かれています。そして、その下のところにですね、プログラミング的思考要素という欄があって、この授業の中では、そのプログラミング的思考のどの要素を使って子供たちに思考させるのかということが書かれています。ここでは順次、反復、アルゴリズム、パターン化ということが書かれています。で、それを使って教科の狙いにつながる指導のポイントというのが書かれています。で、プログラミング的思考の定義は、ここにご参加の方々はもちろんご存知ので、省略しますけども、まあ、このように書かれていて、まあ、決してプログラミング言語を教えるわけではないということですね。で、このプログラミング的思考っていうのは、コンピュテーショナルシンキングから来ているということですので、まあ、イギリスの、コンピュテーショナルシンキングの資料から引っ張ってくるとですね、まあ、このようになっていて、で、こういうコンセプトを身につけるということですね。で、そのために、どういうアプローチで、プログラミング的思考のコンセプトを習得させるかというところがありますので、先ほどの、この指導案の、プログラミング的思考要素というのは、ここから来ているということです。ですので、iMovie を使った実践を紹介されていましたけど、そこにもその順次だとか、条件分離、ここまで来たら違う場面に切り替えたらいいんだって、1年生の男の子が言ってますけど、あれは条件分離の考え方であります。から、国語科の、学習指導要領には、まあ、このように書かれていて、順序立てて考える、想像する、伝え合う、自分の思いや考えを持つことができるようになるということで、まあ、創造的な、学習も、定められているわけなんですけど、それを実現するための事業デザインになっているということですね。だから全体で交流した後、グループ内で交流するということによって、その教科としての狙いと、プログラミング的思考の育成と両方を行う。で、最後、作品の修正、これはデバッキングですので、それで自らの学習を調整するということもされているというふうに思います。はい。では、ここで、質疑応答の場面に入りたいと思います。で、最初に私の方から、質問をしますので、その間に、で、答えていただいた間に質問をお考えいただければと思います。では、最初に、私から、3名の先生、それぞれに質問をさせていただきます。はい。まず、岡校長先生に、質問させていただきます。学校全体で、実践研究を進めるために工夫された点を教えてください。よろしくお願いします。はい、失礼します。もちろん先ほど岡崎市のプログラムをっていう話をしたんですが、実は岡崎市がプログラミング学習に対してとても、積極的だったということ。これを受けたこともありますし、それから、そうですね、本校の職員向けの研修会をたくさんしたこと等もあるんですが、校長として一番良かったなと思っているのは、先生たちの授業を変えることよりも、子どもたちにやりたいという気持ちを持たせる方が難しくないので、
学校の先生方は子どもたちがやりたいといえば一生懸命学んで一生懸命教えてくださる人たちなんで、とにかく先生たちを変えるよりも子どもたちをその気にさせて先生たちに一緒に学んでいただくっていう発想でやったのが、全教室、全学級、全授業を公開できたきっかけになっているんではないかなということを思います。以上です。ありがとうございます。先生たちよりも子どもたちを先に変えてしまうというのが秘訣だということですね。はい。じゃあ続いて青山先生に質問、二つ質問します。一つ目は、その児童の創造性を伸ばす実践研究を行うために、どのような学習環境を整えたのかを教えてください。先ほども少し説明していただきましたが、もう少し具体的に、さらに教えていただければと思います。二つ目の質問は、その理科社会、総合的な学習の時間の合科の授業で実践をされたということなんですけど、合科授業で実践された理由についても教えてください。学習環境ということで、先ほど、岡校長の方も言ったんですが、まあ、本当に研究が始まるまでは、本校の職員、プログラミングというものを全く知らずに、何も基礎も扱ったことないので、教員への研修を何度も行いました。できる職員が、こういうふうにやったんですよって研修を行ったり、プログラミング教育でこういうものですよって研修を行ったりしました。また、まあ、パナソニックからの助成金を使って、皆さんの左手にありますように、ロボットの機器を本当にたくさん、いろんな種類の機器を揃えることで、実践の幅もすごく広がったなということを感じております。また、豪華な授業で実践された理由ということですが、6年生で言うと、私たちの生活と電気というところで、電気を効率的に、使うということを学ぶのですが、電気を効率的に使うっていうのは一体どういうことなのかっていうのを、プログラミング学習を用いて、その仕組みを知るっていうことで、豪華な授業にしました。また、社会では SDG について学習するのですが、まあ、教科書を見れば SDGs のことは勉強して調べていけばわかるんですけど、自分たちの街を、の現在と未来を、考えることで、より自分ごととして、考えることができると思って、その社会の授業も取り入れて、豪華な授業として行っていきました。ありがとうございます。じゃあ次に、河合先生に質問をします。プログラミングの経験が全くない先生、複数年にわたる研究プロジェクトの途中から参加した先生も、1年目から実践可能であったっていうのは、どのような状況に整っていたからだと思いますか？はい。まず、先ほど校長からもあったように、モデル指導案の存在はあったかと思います。あと、これも先ほどあったように、子供から変えるということで、もう子供が、この実践を重ねていく上で、育ってスキルが高まっています。なので、iMovie やピョンキーとかマイクロビットの扱いも、教師が教えることなくも自然に身についていく。なので、もう後で参加する先生ほど、そのスキルを持ってなくても、子供が知ってるから大丈夫という、そういう環境になっています。以上です。ありがとうございます。後から参加する先生ほど大丈夫っていうのは、すごく安心な状況だと思います。はい。では、会場にご参加の方から、ご質問を受けたいと思いますが、質問のある方は挙手をお願いします。オンラインの方は Q&A の機能を使って質問を書いてください。箕面市立豊川北小学校の山口と言います。今日は、報告ありがとうございました。すごい、取り組み、全校で挙げての取り組みということで、すごいなと思ってたんですけど、実際のところというか、まあ、校長先生も言われてましたけど、みんなでやっていくんだ。全校、全クラスで、授業をやっていこうっていうことだったんですけど、実際にやっぱり、抵抗感のある先生もいたりとか、まあ、自分の学校、
想像したときに、まあそういう部分もあるやろうなっていうのはちょっと思ったところもあるんですけど、まあ、いくつかの手立てというか、モデル指導案があったりとか、子供たち自身が、ある程度スキルをつけてたっていうのがあったとは思うんですけど、やっぱりでも、それでもよくわからないよっていう先生もおられたと思うんですけど、まあそのあたりちょっとどういうふうにリアルに乗り越えていったんかなっていうのをちょっと聞きたいのと、あとその、子供たちにベース、なんていうか、見てたらすごい、ちょっと難しそうやなって、やってることが難しそうな感じがしたんですけど、そのベースとなる技能というか、プログラミングの技能っていうのを結構つけるのに時間がかかったのか、それとも子供たちはやっぱり柔軟にそのあたりは、ある程度のその指導をしていくとうまくいくのか。で、それとちょっと関連するんですけど、例えば転入生、っていうかね、別のところから来たときに、すごい差があるとしたときに、そういう子たちはすぐに追いついていけるのかなっていう、そのあたりの、技能の高まりっていうんですか、高め方みたいなのがあれば教えていただきたいです。以上です。ありがとうございます。はい、では、河合先生、お願いします。はい、では、まず一つ目の、抵抗感のある先生がっていうところなんですが、これ先ほど岡校長の方からもあった通り、岡崎市のモデル指導案というのがあって、文科省からは2つですね。5年生と6年生の理科と、算数ですね。図形のものがあるんですが、それプラス22、合わせて24のモデル指導案を作っています。そこに、アプリもすべて用意してあるものなんですが、それは必ずやりましょうということで、羽生だけではなくて、岡崎市でやっておりますので、それはもう全部できるようになっています。それプラス、羽根小学校では実践したもの、先ほど言ったのはシンプルな指導案があるので、それを見てやると。なので、抵抗感があっても、それ24は絶対やるという、教員真面目ですので、それはやってさらに、まあ、羽根小のものをやっていくということで、なんとか、できるように、仕組みにはなっているということです。で、スキルについても少し話をさせていただくと、いろいろチーム学習、グループ学習、いろいろあると思うんですが、羽根小ではペアを大事にしています。なので、ペアを組むときにも、スキルが苦手なこと、得意なことというふうなペアを組んでいるので、転校生が来たときも、得意なこと、組むことによって、先生が教えることなく、子供同士で教え合うことができるという環境にはなっています。自分からは以上です。ベースとなる技能ということで、子供たちどういう状況かなっていうと、今自分1年生を担任しているんですが、1年生で、オリーとかスフィロミニっていうちっちゃいロボットがあるんですけど、それを使って、まだプログラムは組めないんですけど、最初は本当にドライブモードって言って、コントローラーを使って動かすところからすごく楽しんでやってて、それがちょっとできるようになってきたら、ちょっと1学期の後半にやったのは、まずちょっとまっすぐ走らせてみようよっていうところから、本当に簡単なところから、ベースを作っていって、取り組みました。で、他の1年生の別の教員も、その自分がやったことを共有してとか、自分が作ったワークとか、共有しながらやることで、問題なく取り組めたのかなっていうところも、本当に簡単なところから進めていきました。あとは、先ほどペアってことを言ってたんですけど、やっぱりそこは、教員の、ペアの組み方もすごく大事かな。わからない子同士で組んじゃってどうしてもわからないで終わっちゃうので、ちょっとできる子とできない子で組んでとか、チームを作るときにも、よく喋れる子とかっていうそこの工夫は必要かなっていうような感じです。以上です。オンラインの方で、質問じゃなくて、感想が届いてますので、それを紹介させていただきます。読ませていただきます。本日の成果報告を聞かせていただきまして、感銘を受けるとともに、主役の子供が生き生きと目を輝かせて取り組まれていること、課題解決するために、すぐに答えを聞かずに自問自答する姿が素晴らしかったです。という感想をいただいております。
すみません。大阪市立中央小学校の桂と申します。今日は、たくさんいろいろ学ばせていただいてありがとうございます。僕自身も、今年はですね、ちょっと3人持たずで、児童支援っていう戦果を担当させてもらってて、子供たちの支援ももちろん行くんですけど、先生が、バックボーンとして、ちょっと校長先生に言われてる、先生方に対しての ICT 関係の支援っていうのも、ちょっと、柔軟に動いてっていうことで、一応今年、担当させていただいている中で、今日の実践ではすごくいろいろ勉強させてもらうことが多かったなと思ってるんですけど、先ほど校長先生ですかね、がおっしゃっていたりとか、いろいろ伺っている中で、教員への研修っていうのを結構たくさん持たれた。っていうお話を少しちらっと聞こえたように思うんですけども、どういった研修だったのかとか、どういう形で持ったのかとかで、こう多分研修ってたくさん持つと、やっぱりお仕事の中での、時間の制限圧迫だったりとか、参加の仕方とか、いろいろあると思うんですよね。なので、その参加の仕方であったりとか、しやすさだったりとか、どういうこう、組まれ方で、環境を整えられていたのかなっていうのを少しもしあれば伺いたいです。校長先生、答えいただけますでしょうか。すみません、ちょっと今音が途中で切れちゃったのでよく分からなかったので河合先生お願いします。これですね、私が答えている間にちょっと青山先生の用意していただけると思うんですけど、私ちょっと途中からの参加ということなんですが、これ おっしゃる通りで、なかなか、先ほどの抵抗感がある先生もいたり、今働き方改革もあるので、強制的にはなかなかできんっていうところがあります。そんな中で、やはり、例えば先ほど青山の授業をやるときには、この、やるときに学年でですね、一回やってみるんですね、模擬授業というか、そういったやる中で、こうやって使うんだよね、っていうことを、共有すると。そうすると、6年生3クラスあるので、あと残りの2人はそこで自動的に研修されるといったことがあったり、あと自主的にですね、授業が終わった後に、その協議会っていうのを、事業者が設けたり、でそこに実質的に参加すると、その後ですね、このアプリに、こういうふうなこともできるね、っていうことで、でそういった研修も、されています。で、もちろん、完成、元々ある研修等も入れて、今言ったのは、プラスアルファという分では、行ってきたとは、私は。お願いします。自分3年間いたんですが、最初の1年目は本当にプログラミング教育、どうやったらいいのがわからない教員ばっかだったので、そういう、どういう手立てを用いたら、授業ができるよっていう研修を、やりました。で、やっぱり、そういう、ちょっと、じゃないですけど、やりないので、参加される、されないので、ただ、やっぱり知らないから、でも研究は、提出しっていうところで、ほとんどの先生が参加しているイメージがありました。また、その、キッチンのところは、本当に、今、1年生にやっているような感じで、触るっていうところから、一緒にやっていくことで、結構、大人でも、本気に楽しむというか、楽しく、子供の頃に戻ったようにコントローラーをいじってる感じで、遊び感覚でやっている研修じゃないですけど、遊び感覚で触って、あ、こうやって使うんだっていう、簡単な研修から進めていって、ちょっと難しくなってきたら、参加して、自由な感じで、こういうふうに機器使うんですよ。で、先生できなかった先生は冊子とかも作ってたので、冊子作ってこうやって、プログラミング、機器いじれますよっていうことを示しています。すいません、私も喋っていいですか。私も実は去年1年間しかこの学校にはいなくて、その2年前は、別の校長先生がいたんですね。その校長先生からいろいろ伺ってるんだけど、何を言ってもタブレットに興味を示しているうちは、プログラミング学習はできないのかなっていう気がします。あくまで道具なので、道具を使うのが楽しむのは、初期の段階で、
それを使いこなしてこそやっぱりなんぼだと思うので、うん、最初はやっぱり子供たちにタブレットを自由に使わせた時間が結構あったっていう話を聞いています。それを踏まえて子供たちは、タブレット自身に興味を持つんじゃなくて、タブレットを使ってどうしようかっていうところに話がいったんではないかなっていうふうに思っています。だから、結構子供たちに自由に使わせる時間を大事にしたはずです。それから、先生方で抵抗感のある方が、確かに見えるんだけど、だけど、教員なので、子供が楽しんで生き生きやって、まあ先生に質問をしたりすれば苦しいのかもしれないんですけど、子供が生き生きやっていれば、きっと先生方もね、結構楽しいと思うんですね。だから、前の校長先生がよく言って見えたのは、教員が楽しまなきゃ面白くない。教員が楽しいから子供も楽しいんだよっていう話を盛んにされていたということを聞いています。はい、以上です。ありがとうございます。はい、羽根小学校の実践、本当に奥が深くてですね、まだまだ、こう、伝えきれないと部分があるんですけども、もう、時間の方が過ぎてしまっておりますので、この報告会は、ここまでとしたいと思います。で、最後に、私が、羽根小学校の実践見て、思い出した言葉を言います。これはウィリアム・アーサー・ウォードの言葉なんですが、普通の教師は伝える。普通の教師は分かりやすく説明する。優れた教師は自らやってみせる。偉大な教師は児童生徒の心に火をつける。まさに、子供たちの心に火をつけた実践だというふうに思います。ありがとうございます。では、事務局の方に、まあ、どうもです。はい。長谷川先生、岡崎市立羽根小学校の先生方、どうもありがとうございました。大変有意義なお話をお伺いすることができました。どうもありがとうございました。では以上をもちまして、本日のパナソニック教育財団特別研究指定校の成果報告会を終了いたします。会場にご参加の皆様、オンラインをご視聴の皆様、ありがとうございました。なお、お手数ではございますが、プログラムや画面に表示の二次元コードよりアンケートにご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。それでは本日はご参加いただき誠にありがとうございました。